ケビン・エドワード・マッカーシーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー群、ロックビルセンター出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のボストン・レトソックス参加所属。2013年の MLB ドラフト16巡目で、カンザスシィ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、バーリントンロイヤルズで、プロデビュー。 10試合に登板して4勝2敗、防御率3.4032奪三振の成績を残した。2014年は A 級歴キシントンレジェンズでプレーし、2試合に登板して1勝0敗、防御率0.001奪三振の成績を残した。2015年は A 級歴キントン、A 級ウィルミントンブルーロックス、AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、 3球団合計で33試合に登板して5勝4敗、6セーブ、防御率2.7440奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2016年、マイナーでは A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレイし、 2球団合計で47試合に登板して5勝6敗16、セーブ、防御率3.0459奪三振の成績を残した。9月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して1勝0敗、防御率6.487奪三振の成績を残した。 2017年は33試合に登板して1勝0敗防御率3.2027奪三振の成績を残した2020年10月30日にマイナー契約となりその後自由契約となった2020年11月12日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ投球の半分をツーシームが占めておりそれに スライダーとチェンジアップを交える。ありがとうございます。